はい、また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。 Xiaomi の Poco X3 です。はい、こちらの端末はですね、非常にコストパフォーマンスが高いということで、話題になっている端末です。もともとですね、このポコというのはですね、まあ、シャオミのね、格安のね、ブランドになります。で、有名なのはね、レドミシリーズってのはまあ有名ですけれども、このポコっていうのも、まあ、主にね、こう、インド向けにね、出してたと思うんですけれども、まあ、格安ブランドになって、まあ、昔ね、すごく人気があったのは、ポコ F1 っていうね、端末がありまして、これ3万円ぐらいでしたかね、3万円ぐらいで、もうほとんどね、ハイエンドのね、性能があるということで、非常にね、人気があった端末があります。そのブランドから発売されたのが今回の X3 です。まあ、とにかくですね、とりあえず価格から言ってしまうと、まずね、$199.99 でした。まあ、日本円で言うとね、約21,000円という価格になるんですけれども、この価格でですね、分かりやすく言うと、シャオミのね、レドミノート 9S のほぼね、上位互換の性能を持っています。はい、レドミノート 9S といえばね、まあ、日本でも発売されていて非常にね、人気のある格安スマホなんですけれども、まあ、このね、POCO X3 は、そのね、世界で大人気、日本で大人気の最強格安スマホの上を行くね、コストパフォーマンスになっています。はい、箱の方はね、黒に黄色のね、デザインですね。これは前ね、私も紹介しています、POCO F2 Pro っていうね、端末も大体同じようなね、デザインになっていましたね。で、アリエクスプレスのね、スタンダードシッピングでもう結構ボコボコになってますね。角なんかも潰れています。はい、それでは開けていきます。はい、それではね、付属品からね、確認をしていきましょう。とりあえず本体は後回しにしておきます。はい、付属品はね、まずね、Type-C のケーブルです。はい、充電器は EU プラグになります。日本ではね、ちょっとね、使えませんけれども、11V 3A の 33W にね、対応しています。で、本体の方も 33W のね、高速充電に対応しています。はい、それではね、小さい箱を開けていきましょう。SIM ピンです。説明書が2冊。当然日本語はありません。はい、ケースがね、付属していますね。これは TPU の柔らかいケースですね。クリアなケースになります。まあよくね、レドミシリーズなんかで付いてる感じですね。レドミシリーズと同じで蓋が付いちゃってますね。はい、それではですね、ディスプレイのペリペリにね、スペックが書かれていますので、ここで簡単に確認をしていきたいと思います。はい、SoC の方はですね、スナップドラゴン 732G というね、新しい SoC を搭載しています。スナップドラゴン 730G とかですね、あとレドミノート 9S が搭載している 720G よりも少しね、スペック的には上がったものになっています。アンツツベンチマークで言うと、一応ですね、約30万点ぐらい出るそうです。はい、次はですね、ディスプレイの方は 6.67 インチのフル HD プラスですね。で、すごいのがですね、なんとね、120Hz の高リフレッシュレートに対応しています。さらにここに書いてありますけれども、240Hz のタッチサンプリングレートに対応しているということで、この辺をですね、結構ね、ゲーミングスマホ的な感じで売り出しているのがこの端末の特徴ですね。まあ、ですので、21,000円で買える端末なんですけども、まあ、ちゃんとね、ゲームで使えますよみたいなアピールをしています。はい、カメラの方はですね、6400万画素の AI クワッドカメラということで、まあ2万1000のね、端末なのに、なんとね、6400万画素のカメラを搭載しています。しかもこのね、6400万画素のカメラは IMX682 というね、ソニーの新しいセンサーを搭載しています。はい、インカメラの方はね、2000万画素のパンチホールカメラになっています。はい、バッテリーの方もね、5160mAh ということで、かなりね、大容量のものを搭載しています。かつですね、33W の高速充電に対応しています。まあ、レドミノート 9S もね、5000mAh 超えてますけれども、確かね、18W の高速充電しか対応していないんですけれども、こちらの端末はなんとね、33W です。はい、重量の方はね、215g となっています。はい、それではね、ペリペリを剥がしていきましょう。はい、それではね、背面の方から見ていきましょう。今回はね、グレーをね、購入しました。ちょっとね、映像でね、ちょっとテカっちゃって、なかなかいい感じに出ないんですけれども、ですね、意外とね、いい感じです。かっこいいですよ、これ実際ね。それでこれ、まあ、ガラスですよね。非常にテカテカして指紋がつきやすいんですけども、背面はね、これガラスだと思います。で、ここに一応ね、うっすらポコって書いてあるんですけれども、このポコがですね、なんかレインボーホログラム的にちょっとね、こうね、色合いが変わるんですよね、見方によって。ちょっとかっこいいですね。はい、カメラの位置はですね、この中央にあるんですけど、結構いかついですね。かなり出っ張ってます。はい、ちょっとね、黒い端末でね、すごいピントが合いにくいので、ちょっとね、指を添えてますけれども、ここにね、ボリュームボタンですね。で、ここにですね、電源ボタンと指紋認証センサーですね。いわゆるレドミノート9S みたいな感じのね、サイド指紋認証センサーがありますね。はい、逆サイドの方にね、SIM スロットがあります。
はい、SIM スロットの方は一応ね、配達スロットですね。まあ、その代わりね、マイクロ SD カードは利用できます。あと、ここにね、ゴムパッキンが付いていて、この端末はですね、IP53 というね、防水防塵の規格に対応しています。まあ、ちょっとね、水没は難しいですけれどもね、ちょっと水がかかったぐらい、まあ、防滴加工にはなっていますね。はい、上の方はね、2つ穴が開いてますね。まあ、マイクと、何ですかね。はい、下の方はですね、ここにね、タイプ C の充電ポートがあります。で、ここに嬉しいね、3号のイヤホンジャックがありますね。で、ここにマイクらしきものがあって、ここがスピーカーだと思います。さらにですね、この端末のすごいところは、2万1000の端末なんですけど、なんとね、ステレオスピーカーに対応しています。はい、付属のね、ケースを取り付けてみました。ちょっとね、やっぱテカリがね、すごくなっちゃって、あんまりこう、色が綺麗に出ないかなと思います。まあ、ついてないよりはいいですけれども、一応ね、まあ、そんなにね、かっこいいケースではないと思いますね。はい、あとね、先ほど言いました通り、充電ポートのところにね、こういうね、蓋がついています。最近のね、レドミシリーズもこういうのがついてるんですけども、ちょっとこれあんまり別にいらないかなと思いますね。まあ、嫌ならね、ハサミで切ってしまえばいいと思います。はい、ケースをつけることによって、カメラはほぼ、まあ、ツラですね。ほとんどツラの状態です。で、やっぱりカメラがすごい出っ張っているので、これちょっとね、こう丸く抜いてあるんですけども、かなりここに段差ができてますね。こう、ちょっと凹んだような状況になってますね。はい、インカメラの方はね、パンチホールカメラになっていますけれども、まあ中央にね、位置的にはね、中央にあるタイプになります。あとね、ディスプレイの方がフィルムは最初からね、貼ってありますね。はい、それではね、立ち上げていきましょう。電源オン。ポコ。はい、端末の方はね、無事に立ち上がりました。とりあえずね、こんな感じなんですけれども、アプリの方はね、ここにツールっていうのがありまして、ここにね、基本的なアプリがね、入っています。あとは、Google というところにね、Google 系のアプリがどっさり入っています。はい、あとは、ですね、これポコランチャーですね。ここにね、コミュニケーションとかエンターテイメントとか、上でね、こういうね、分類されてますね。これポコランチャーだと思うんですけれども、余計なアプリはゲーム入ってますね。またいつも入ってるね、レドミンシリーズの中にも入ってる、ちょっとね、ゲームが入っています。あとは、ネットフリックスとかね、その辺が入ってます。大体ね、シャオミの端末では同じようなね、ものが入ってますかね。はい、それではデバイス情報を見ていきましょう。まず MIUI バージョンは12ですね。あと Android 10です。で、ストレージの方はですね、64GB 中ね、19.5GB を使用していますね。まあ、最初から使用している容量としては結構やっぱりね、多めになってますね。はい、こちらの端末はですね、120Hz の高リフレッシュレートに対応しているんですけれども、今ね、設定してこうメニューをいじっているところでもね、非常に画面がね、ヌルヌルしているのがわかります。はい、そのリフレッシュレートはですね、ディスプレイというね、設定項目の中で選択することができます。今ね、120になってますね。で、60にすることもできます。なので、バッテリーをね、節約したい方は 60Hz にする方がいいと思います。で、120Hz にしてもですね、この端末はですね、なんか自動にね、そのリフレッシュレートを変更してくれるということで、例えばね、画面が止まっているときは、なんかね、50Hz ぐらいね、落として、例えばゲームとかね、ちょっと動いているときは 120Hz にしたり、そういう感じでね、そのバッテリーの消費を抑えながら、高リフレッシュレートを実現しているというね、なかなかね、新しい機能が搭載しています。はい、それではね、指紋認証センサーのスピードね、見ていきたいと思います。こちらの端末はですね、サイド指紋認証センサーになってますね。ここね、タップしていきたいと思います。せーの、ドン。はい、こんな感じですね。もう一回行きましょう。せーの、ドン。はい、こんな感じです。はい、それではね、顔認証の方もやってみたいと思います。それではやってみます。はい、一瞬ですね。顔認証はいつもね、スピードが速いです。はい、一瞬です。はい、それではね、アプリ起動していきましょう。とりあえずね、ブラウザアプリ起動していきます。まあ、ブラウザぐらいであればね、全然問題ないと思います。せーの、ドン。一瞬ですね。早すぎるのは大丈夫かな。はい、はい、はい。あ、全然ね、画像も、お、ちょっと引っかかった。まあ、でも全然ね、問題ないですね。たまに引っかかるけど、使う分には全く問題がなさそうです。しかもやっぱ 120Hz なんで、滑らかですね。うん、やっぱり滑らか。はい、それではね、カメラアプリを見ていきましょう。まあ、シャオミのね、端末のカメラアプリなので、まあ、私自体はね、結構見慣れてる感じなんですけども、とりあえずここでね、レンズの切り替えができますね。これ今、広角モードです。で、これタップで、まあ、一応タップでね、フォーカスができるみたいなのかな？明るさだけかな？まあ、一応タップでね、こういう感じで変わりますね。はい、あとね、2倍のデジタルズームがね、ここで選択できます。で、最大で、デジタルズーム10倍までいきますね。あとは上の方でね、AI のオンオフとか、まあフィルターですね、フィルターをオンオフしたり、HDR のね、オンオフがあって、あとね、LED フラッシュのオンオフがあります。
で、設定の方がね、上にあります。で、ここはね、MIUI 12になってちょっと変わったんですけど、まあ、アスペクト比だったり、セルフシャッターだったりね、大体見慣れたものがありますね。マクロモードがね、ここから選べます。はい、マクロモードにしてみました。マクロモードも一応タップすると、まあ、露出が変わってますね。フォーカスも変わってるかな。まあ、一応タップしてね、こんな感じで露出はね、変わってます。はい、さらにね、設定のところを開くと、マスカシのオンオフだったり、あとね、超広角撮影で歪みを補正ということでね、まあ、歪みの補正もここでね、オンオフできます。一応オフにしておきます。はい、あとはね、下の方でね、撮影モードをね、選択することができます。とりあえずね、今写真なんで、ビデオに変更してみます。はい、それではね、動画撮影モード見ていきましょう。動画撮影時も、広角側で、撮影できますね。広角標準と、まあ、デジタルズームと切り替えることができます。撮影をしてしまうと、やっぱりね、広角レンズにはいけないですね。まあですね。まあですので、撮影中にね、レンズを切り替えることはできないです。できるのはデジタルズームだけ。6倍までいけます。はい。あと上の方でね、ここでね、強力な手ブレ補正モードがありますね。画角に変化がありますね。画角は広くなりました。ですね。広角側のレンズを使って、強力な、ね、手ブレ補正を効かせているという感じになります。はい。あとはね、上の設定モードですけれども、まずね、4K の30フレームまで撮影できますね。フル HD の60フレームも撮影できます。あと、ムービーフレームもね、撮影ができますね。あと、マクロモードですね。動画撮影でもマクロ撮影が可能ですね。はい。さらにね、動画撮影の設定モードの中にですね、手ブレ補正のオン、オフがありますね。これも当然ね、画角に変化があると思います。はい。あとね、動画撮影時のムービーフレームもね、選択できます。これはですね、ちょっとこうね、横長になる撮影モードなんですけれども、ね、まあ映画のようなね、感じの画角で撮れるものになります。はい。あとね、プロモード。プロモードありますけれども、これはね、まあ他の端末にはありますけれども、まあね、ホワイトバランスを設定したりね、フォーカスを設定したり、シャッタースピードを設定して、まあ自分でね、いろんな設定をして撮影するモードになります。この中にね、6400万画素で、撮影できるモードもありますね。ここでオンオフが可能です。はい。あとね、動画撮影中のプロモードもできますね。これはですね、レドミの大人 S もありましたがね。まあ、シャオミの端末ではできる端末とできない端末がありますけれども、これはね、ちゃんとできますね。動画撮影中にもホワイトバランスとか、ISO カードとかね、変更することができます。あとはポートレートモード。これね、ボケの度合いを変更することができますね。ここに F 値が出てますね。はい。あとね、もっと見るというところね、いろんな撮影モードがありますけれども、夜景モードとかね、6400万画素で撮影するモード、ショートビデオ、パノラマ、ドキュメント、Vlog モードですね。あと、スローモーション撮影とタイムラプス。前後。あ、これあれですかね。インカメとアウトカメラ同時に撮影するモードですかね。デュアルビデオのモードですかね。あとは、長時間露光に、あと、クローンっていうのがありますね。結構ね、新しい撮影モードが追加されてますね。はい、それではね、前後っていうのね、デュアルビデオやってみましょうか。はい、こんな感じですね。これはインカメラとアウトカメラを、まあ、同時に撮影してね、一つの映像にしてくれるモードです。ただ、こっちはね、アウトカメラの映像が出ていますね。で、こっちはね、おっさんが映ってる方が、インカメラですね。はい。あとね、長時間露光っていうのをやってみましょうか。なるほどね。なんかちょっといろんな設定があるんで、これはまたね、別の機会にやってみたいと思いますけど、なんか星空がね、撮れるモードがあるみたいですね。三脚を使用してくださいということです。はい。先ほどのね、クローン機能ですけれども、なんかね、人にだけ適用できて、なんかこうやって人をね、コピーして撮影できるみたいですね。こんな感じでちょっと面白い映像が撮れるようです。ちょっとこれはね、時間がないとできないので、またの機会にやりたいと思います。はい。それではね、ポコ X3 で実際に撮影した動画がありますので、ご覧ください。どうぞ。
はい、この動画はね、ポコ X3 のアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方はどうでしょうか。動画撮影中の音を消すは、はい、大丈夫ですね。バッチリ対応しています。はい、今回ね、ポコ X3 をね、紹介させてもらいましたけれども、まあ、とりあえずね、今ね、カメラの映像とかね、見てもらったので、とりあえずカメラから行くと、まあ、カメラもね、もう正直言うとね、私はもうね、レドミシリーズ何回も紹介してますね。基本的にもうね、それぐらいと同じクオリティがありますので、全然ね、問題ないと思います。で、もちろん IMX682 ですかね、新しいセンサー搭載してますので、まあ、やっぱりね、綺麗に映ると思います。まあ、正直ね、2万円ですよ。2万1000円の性能で、このカメラ性能ってちょっとありえないので、まあ、そういう部分から考えると、もちろんね、ハイエンドとね、比べたら、まあ、若干劣るところと言いますかね、結構まあ劣るかな、劣るところあると思いますけども、まあ、2万円のスマートフォンだったら驚異的なね、カメラ性能だと思います。また今回ねカメラ機能と言いますかね、撮影モードなんか結構面白いね撮影モードが追加されてましたので、結構カメラアプリがね少し新しくなって、いろいろ楽しめる撮影モードが増えたかなと思います。はい、あとね全体的にはですね、まあさっきのカメラもそうですけども、とにかくね価格が2万1000円ということなんで、このスペックはもうねちょっとありえないですよね。他ではありえないスペックなので、もう全くね、その点については特にねこう突っ込みどころがもう全然ないですね。まあそれでもね何かあげろと言われれば、まあそれはですね、これはねレドミノート9Sと一緒なんですけれども、やっぱりね重たいんですよね。重たくてどうしてもなんかねこう大きく感じる、まあもともと大きいんですけども、さらにそれがね重たくて大きく感じてしまうような、なんかねそのボディの作りになってるんですよね。でレドミノート9Sも非常に評判は良かったんですけど、やっぱりね重たいとか大きいで、このねサイズ感が許容できないっていう方もいたと思うんですけども、全くそれとね同じような感じですね。だからこの部分についてもある意味悪いところもね上位互換になってしまってます。はい、まあね、この価格でね、これだけのスペックをね、盛り込んできたんですけれども、まあ今後ね、シャオミがね、今度にこのね、さらにこの上行く2万円のスマートフォンを作るときに、じゃあ何の機能をね、追加してくればいいかっていうと、まあこうなってくると、やっぱり無線充電かなと思いますね。まあこの辺ってちょっと地味ですけど、やっぱ使い勝手にはね、かなり影響しますし、やっぱ無線充電ってすごく便利なので、まあこの辺を搭載できるかどうかと、まああとは、これはね、多分難しいと思うんですけども、有機EL ディスプレイですね。これなかなかやっぱね、2万円台のスマートフォンで搭載してくる端末がないので、ここはちょっと壁があるんじゃないかなと思います。コスト的に結構壁があるのかなという感じです。まあただね、シャオミーさんだったら、なんかいつの日かやってくれそうな気もしますね。はい。今回ね、ポコ X3 をね、紹介させていただきましたけれども、まあね、シャオミのね、格安ブランドっていうね、どうしてもレドミが有名だったんですけれども、まあ最近ね、このポコシリーズも非常にね、頑張っていると思います。まあ以前に紹介したね、ポコ F2 Pro ね、こちらの端末ですけれども、こちらもですね、今ね、4万円ぐらいで買えるんじゃないですかね。4万円ぐらいで、スナップドラゴン865をね、搭載した端末ですので、非常にコストパフォーマンスが高くなっています。で、今回でね、登場した X3 ですけれども、まあこちらもちろんね、2万円台ということですが、まあ、ただ2万円として本当にね驚異的なコストパフォーマンスなので、まあ、今後もですね、まあ、レドミとポコとね、まあ、同じメーカーなんですけれども、まあね、競い合って、まあ、買い手としてはねどんどんね、いい端末が安くなるっていうのは嬉しいことなんで、まあ、競争してねいい端末が出てきてくれればなというふうに思います。はい、今回は以上です。